田修馬です。今日はですね、こちらのアイエイムさんのですねレザージャケット、半年ほど着てみたので、レビューをしていこうかなと思っております。というわけでですね、こちら、半年くらい着ましたね。はい、去年の今年の初めくらいにですね、リュウキ君から届いてですね、アイエムさんからですね届いて、着始めまして、ただその時期的にですね、もうすぐ暑くなっちゃったので、意外と着れないかなと思いきや、その秋まで待たなきゃなかと思いきやですね、実はあの会社とかでクーラーが結構効いているので、はい、なんか T シャツ1枚で車内はですね全然着れたので、外にはもちろん着ていけないです、死んじゃうのであれですけど、はい、普通に、オフィス内とかでは着ていた感じですね。はい、なのでそこで半年くらいかな着ましたね。で、まあ一言で言うならですね、すごいいいレザーだと思います。はい、すごくいいレザーだと思います。なんかね、質はすごくいいと思います。なんか俺はね、個人的にここの面がすごい好きで、ここのツルツヤっとしたですね、一枚のこのピャッとしたところがですねすごい好きですね。はい、色も好きな感じのターコイズブルーというか、ちょっとシアン寄りというか、グリーンミーもある感じのブルーというより、ややグリーン寄りな感じなんですけど、そこもねすごい好きですね。だからちょっとこのですかね、まあおすすめとしてはやっぱりルイスレザーさんとかね、有名なところあるじゃないですか、アディクトさんとかあるんですけど、そこはもう何着も持ってるとか、昔着たけどちょっとはまんなかったとか、もうちょっと違う感じがいいなとか、あまり大手すぎるのもなっていうか、有名すぎてちょっとかぶるのもなみたいな人とかはすごくおすすめな感じですね。はい、ターコイズブルーのカラーがそんなに革のストックがもうないみたいなので、場合によっては注文が受けられないくなるみたいなことも言っていたので、もし気になる方はですね、もう早めに問い合わせしてみたらいいんじゃないかなと思います。一応自分の概要欄のところにですね、あの問い合わせ先と、購入ができるやつ URL 貼ってあるので、よかったらそっち行ってみてください。一回雨にも打たれていて、ちょっと涼しくなった頃に外走ってて雨降ってきて、雨に濡れたこともあるし、結構気兼ねなくガシガシ来ていったので、なんかそうですね、まあ、タフな感じのレザーですよ。本当にいいレザーだと思います。全然そのチープ感は全くないですし、むしろ本当最初の紹介動画の時にも言いましたけど、ブランドがいいっていうか、その有名なところになるとブランド量も結構乗っかってくるんですけど、逆にリュウ君の IM さんは始めたばっかりなので、そのブランド量は特に乗っけてないんで、ほぼほぼこの素材のみの金額でいけるので、そう考えると大手だったら本当は30万くらいのやつを、リュウ君とかだったらこの金額でみたいな感じがあると思うんで、すごくねおすすめだと思います。本当にレザーが好きな人で、そのブランドにこだわらないっていう方はぜひぜひ、いいなと思ったらいいんじゃないかなと思いますよ。で、変化としてはですね、ここら辺がもう擦れて結構写真になってきて、まあ、仕事中に結構着ていたので、あれの中の皮が出てきてますね。はい、あとシボというか、このシボじゃないか、この、はい、曲げのシワの感じが、一応中にスウェット薄いスウェットなら1枚着れるんですけど、まあパツパツになりますし、そんなにこう身幅がむちゃくちゃあるタイプの感じではないので、はい、アメジャンとかならまだねちょっとゆったりとしてショットとかなら着れるかもしれないですけど、これは結構パツパツに感じなので、着れなくはないですが、あんまりスタイルとしてかっこよくはないかなっていう感じですね。こんな感じで締めます。あ、そうだ、個人的に言うとですね、ちょっと俺には袖が長かったかなっていう感じですね。だからここはちょっとここが邪魔にはなるかなっていう感じですけど、まあただ俺が多分おそらく腕が短い方だと思うので、まあ、普通一般の人だったらまあ許容範囲、俺よりちょっとな感じかなぐらいで、まあ短かったらねどうしようもないので、まあまあいいんじゃないかなと思います。はい、許容範囲ではありました。別にそのリサイズしたいっていうほどではないですね。リサイズしたかったらもう本当LDFS の平岡さんに頼んで、はい、竹詰めしてもらってもいいと思うんですけど、別にそこまでではないので許容範囲がいい感じです。あと気づいたのが、ここ閉めればそんなに邪魔じゃないなっていう、ここが空いてると広くなる分こう落ちてきちゃうんで、結構邪魔になるっていうか、ちょっと長く感じるんですけど、ここ閉めちゃえばこの手首のところで止まるので、上で止まってくれるんで、そんなにこう何がいいだったって、この手の甲にずっとこうこの硬い皮が当たり続けるのが結構ストレスで、はい、一
一番最初にルイスレザーさんを買った時もそれがネックで手放しちゃったんですけど、もうそれから袖はちゃんと詰めようってすごい思ってたんですけどって感じですかね、はい、これもちょっと見てこのヴィンテージテープの色とかもすごくいいですね、はい、背面もこんな感じで一応これを着た着用してる動画をですねこの間上げたので、はい、よかったら見てみてください。ちょっと PV っぽく一人なのでやれることは相当限られてるんですが、まあ一人の限界でもないですけど、まあ一人で撮れる範囲でですねちょっと、はい、PV っぽくちょっと撮ってみました、はい、こっち側もすごいですね。こっち側の方がすごいかな。この辺がですね結構ガシガシにいってますね。やっぱ肘もつくしこの辺も擦れていくので、結構ちゃんと厚みもあってすごくいいレザーだと思いますね。形的にね、個人的には今どっちかというとアメジャン寄りな方なんで、アメリカっぽいちょっとこうボックスシルエットっぽい短丈でちょっとワイドな方が個人的には好きなので、その好みっていう意味で言えばドンピシャにここの今このレザーがっていう感じはなかったですけど、でもまあ着てて全然楽しいレザーだったし、すごく物自体はめちゃくちゃいいレザーだったので普通に楽しく着れましたね、はい。こんな感じなので、ロンジャン好きな人とかこの辺り気になってる方はですね、まあ、見てみたらいいんじゃないかなと思います。はい、とてもいいレザーでした。はい、というわけで、まあ、これからねレザーの季節が本格的に始まっていく時期じゃないですか。寒くなってきてね、だから今年もね、はい、レザーいっぱい着ていこうかなと思います、はい、またレザーテロしますので、はい、ちょっとレザー着たいっていう気持ちにさせる動画をこうまた作りたいなと思いますのでね、皆さんぜひレザー着ていきましょう。というわけで本日もありがとうございました。 IM のリュウキ君もありがとうございました。すごくいいレザーで楽しく過ごしました。ありがとうございました。またね。